肉も買ってくるね、お母さん。肉の塊。でも目の、あの向きが前より良くなった。ああ、そうね、メップル兄ちゃん帰ってきたよ。よし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 。メップル、メップル大丈夫？頑張ったからな。よし。まあお姉ちゃんも会いに来てくれたから。よし。メープル、お姉ちゃんもちゃんと来てくれたからよかったじゃないか。ねえ。あんたちょっと大学院のあれが忙しくて、ちょっとメープルとずっと長くいられないっていうからね。メープルよかったな。メープルたくさんの人来てくれるから、な、大丈夫か。はいはいはい、寝てな。よかったよかった。めいちゃん、おはよう。もうちょっと寝てていいよ。起きたらご飯あげるね。どこも苦しくなさそうでよかったよ。息もしてるし。あれ？こっち向いてる？じゃあちょっとご飯食べよっか。じゃあ今日は鶏肉とさつまいもです。はい、食べるかな。おいしい。食べたらおいしいな。はい、よしよし。お肉好き？今日も買ってくるね、お母さん。肉の塊。塊すげえな。何肉がいいかな。牛肉と鶏肉にする？レバーが新鮮なのがあったら買おうかね。なんでメープルこの寝方が好きなんだろう。あっちが重くなっちゃった、頭の。おいしいね。すごいでしょっつってる。大きいもも肉1枚分のこれ。マジで？よくは旺盛、まあ旺盛っていうか、お、芋食べた。スイーツ美味しい。スイーツ、お肉もまだちょっとあった。起きた。お父さんすごいでしょって言って、あれ入ってかない芋。芋はいいの？芋よりお肉がいいみたい。ここにまで落ちて、最近あれなんだよね、お肉の方が好きなんだよね、スイーツより。体が欲してる。お肉あった。もういい？うん。お芋がちょっとつっかえちゃうのかな、口に。水とか、お水飲む？じゃあ起こして。あ、起きた自分で。すごい。こっちに行っちゃうんだよね。お芋食べて。
ってみる？大丈夫？大丈夫？ちょっと無線だよな。もういいか。もういいか。はい、じゃあまた後で食べたくなったら持ってくる、ね。よし。よいしょ。お利口さんだね。大丈夫か？お昼寝中だからね。はい。パワー貯めて。おしっこしたかったらしていいよ。よしよし。苦しいとこないかな？大丈夫かな？ん？よしよし。メップル、おしっこうまくできたね。全部今変えたから、すっきりして、ね、部屋も変えたから、綺麗になったから。じゃあそのお顔の角度が可愛いよ。ちょっとこう。大丈夫大丈夫。可愛いもん。でも目の、あの向きが前より良くなったの。そうね。写真に関してはね、目つきは良くなった、ただやっぱりお首は大丈夫、あと姿勢もこんな前はあのもっと不安定だったのが、ちょっとは良くなってると思う、もっと曲がってて口元がやっぱり左側がこうだらんとしてんだよね、でも大丈夫、前よりは良くなってる、もっとだらんとしてて、よし、じゃあメップルそのままちょっと休んでて、目つきが全然良くなってる、はい、まいちゃん、ご飯食べれるかな、あ、みーちゃん、お昼ですよ、お昼のご飯タイムですよ、もう食べてる食べてる、めっちゃん、血液検査の結果も結構良かったんだって、昨日外行ったのが良かったのかな、お肉食べてるのがいいのかな、あとはすごいね、うんこがいつ出るかだな、出たかったら出ていいんだよ、我慢しなくていいよ、丸2日ぐらいしてないよな、ちょっと大きく、はい、おいしそうだな、今度何肉食べたい？ガサガサスープ入ってきて食べるよ、食べるよ、じゃあ買ってくるよ、めっちゃ好きなお肉買ってくるよ、好きだね、鶏肉は好きだよな、牛肉も好きだけど牛肉途中で飽きてきちゃう、まあ、牛肉と鶏肉買ってこようか、豚肉も、豚はちょっと脂が多いよ、まあ食べやすいやつがいいんだよ、鶏かな、もうお芋も今日は食べがいいな、いいねいいね、はい、水次お水かな、よいしょ、じゃあで起きないとブフってなってかわいそうだから、一回起きようか、こっちよいしょ、せーの、よいしょ、よいしょ、はい、起きて、はい、いいよ、支えてる、飲む、あ、飲まない、飲む、いいよ、よいしょ、しょしょ、はい、飲まない、今、いい、いいの、ちょっと怖くなっちゃったのかな、じゃあゆっくりよ、いいよ、また喉乾いたら飲むもんね、そしたらお水を飲みますか、お待ちください。
お、喉乾いてた。よしよし。大丈夫？ちょっとまた混ぜちゃった。水飲んだら、むせちゃうからゼリーとかにする？今度ゼリー作ってあげようかね。よしよし。メップル、兄ちゃん帰ってきたよ。メップル、あ、そこに兄ちゃん帰ってきたよ。メップル、メップル、兄ちゃん帰ってきたよ。よし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 、ああ、よし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 、嬉しいね。よしよし。メップルね、今日血液検査したらね、まあまあだったんだよ。えらいえらい。血小板も18万ぐらいまでなって、じゃあ立てないだけだね。まあな、まあただこれもまた上り下りがあるから。ああ、じゃあ何、明日お散歩。ああ。うんち明日も。うんちまだ出てない。しないんだ。ああ、じゃあお散歩じゃない？お散歩。外行って。ああ、水飲めたきちゃった、苦しくなっちゃう。一応まあちょっと安定してるから、ちょっと今日一回点滴、夜は休んでみようかなと思って。まあご飯はぼちぼち食べたよな。すごいね。まあ、首してるし。メップル、おやすみね。また明日もご飯食べて、明日あたりうんこが出るといいけどな。まあいくらでも出してあげることはできるけど、メップル嫌がるよね。まあ少し食べて出してくれるといいな。じゃあメップル、おやすみね。